はい、ただいま埼玉県加須市のですね、武蔵野村というですね遊園地に来ております。こちらですね、農協が経営する、実質上経営する遊園地ということで、まあ、ちょっとどんな感じかなということで、ちょっと入り口の方だけ、ですね見させていただきました。はい、まあ、一応ちょっとあとちょっと料金表があるので、紹介させてもらいますとですね、入園料金がそれぞれ1200円、子供が650円で、まあ、中の乗り物券がですね、1枚100円なんですけど11枚ずつで1000円で、フリーパスがあれば、まあ、乗り物券を買う必要がないということで、大人2900円、子供アクションが結構それなりに充実してるんじゃないかなと思いますが、そうですね、1番の武蔵野村鉄道からですね、22番ポニー城があって、23番はですね、夏季限定のちびっこプールということです。ちょっと、ね、画角を確認しながら撮影していないので、ちょっとどれぐらい映ってるかわかんないですけど、はい、まあ、その大きな、ね、観覧車があったり、中のですね、そうですね、コースターみたいな、サイクルコースターといってですね、まあ、自転車で漕いでですね、で、まあ、足で漕いで、動いていく、まあ、乗っての乗り物もあります、はい、まあ、ちょっとですね、農協が経営しているということで、まあ、ちょっとね珍しいしですね、珍しいなということでちょっと紹介をさせてもらいました。駐車場なんですけど、結構車もですね台数多く止まってましてですね、こんな感じで、まあ、家族連れがどんどん入ってきて賑わっている感じです。というわけでですね、埼玉県加須市はですね、武蔵野村を紹介させてもらいました。はい、引き続きですね埼玉県の骨地域を回っていきます。埼玉県知事選挙に勝って NHK をぶっ壊す。